はい、今回はゲームギア、遠くイギリスからですね到着しました、ゲームギア用リチウムイオンバッテリーです。両方に入ってますね。結構大きめです。まあ乾電池の部分にぴったりなサイズになってますんで、特に加工する必要はなさそうですね。この茶色のシェルはですね、もともと輸送のためのものですね。でもう一つこうサウンドボード、サウンド基板ですね、こちらとスピーカーの方も購入しました。こちらが今回ね、リチウムイオンバッテリーを使うための電源ボード、電源基板になります。そしてがですね、早速ねこのリチウムイオンバッテリー取り外すんですが、結構ねこの隙間、右側が特にね狭いところに入ってますんで、コネクターをねぶっちぎらないようにしてほしいかなと思います。このね茶色のシェルはですね、輸送用ですね。バッテリーの輸送用についてきたものです。まあこんな感じで今回ね乾燥するパーツがあります。ではね、冬ぐらいから2021年のね1、2月からちょっと作っていたのがこちらになります。ちなみに重さは 530g 相当ですね。 530g 相当です。乾電池バージョンになってます。で今回リチウムイオンバッテリーに乾燥しますが、どのくらい軽くなるかもちょっとね期待したいですね。まあこんな感じでね、乾電池からいよいよ待望のリチウムイオンに変わります。ちょっと動くか確認しておきましょうということで、問題なくね、バックライト、まあもともとゲームギアバックライトなんですが、省電力な LED バックライトになっています。非常に明るくて見やすいですね。サウンドも十分出てますね。これもしかしたら変える必要ないかな。パカッと開けてみます。なんかねコンデンサーフル交換したんですよね。これね大変だった。電圧を食らっちゃってね、めちゃくちゃ痛かった。サウンドボードね、新しくなってますね。純正じゃないや。とりあえず裏蓋を外したいので、このコネクターね3箇所外してしまいます。外すと裏蓋がね綺麗に取れます。今回ね非常に楽ちんです。裏蓋だけで作業が終わりますんでね。ではですね、電源ボードを交換したいと思います。こっちだね、こっちで。もともとついてるやつは一応こちらもレトロ6版なんですが、タイプ C 電源にするだけなんですよね。充電機能はついてない基板でした。今回リチウムイオン電池に給電するための電源ボード、電源基板になってます。とりあえず元々のやつを剥がしてしまいましょう。剥がすというか外してしまいましょうですね。取れます。あらなんかキャップが取れちゃいましたね。キャップが取れてしまいました。これひっくり返した方がいいか。簡単に取れましたね。こちらねレトロ6なんですが使わなくなってしまいましたよ。で新たにね充電池用のやつです。これまあここにペショッとはめて、またネジ止めですね。まあそんなに難しい作業はありません。今回、このキャップ忘れちゃうとやばいね。電源のキャップです。でネジ止めが終わったら今度裏返しにして、いよいよねリチウムイオンバッテリーを入れるんですが、電池のためのスプリングがね両サイドから出てると電池が入りません。リチウムイオン電池が入りませんので、取ってしまいたいです。で裏側のこの配線ね、リチウムイオン化すると必要なくなっちゃうんですね。必要ありませんので、まあぶった切っちゃっていいかなと。ただまた電池に戻したい人はまあ取っておいてもいいんですが、どのみちここは外さないと
リチウムイオンが入りませんので外してしまいます。まあうまくやれば入るかもしれませんけど、まあイラつくとね嫌なんで外してしまいました。すっきり、めちゃくちゃすっきり。で、上側のスプリングもありません。下のみになりました。そしたらですね、このバッテリーをですねここにセットするんですが、先にね、おっと危ない、ケーブルを向こう側に通しますが、ここがねさっき引っこ抜く時も大変だったんですが、入れるのはどうだ。まあこれ折ってしまえば入りやすいんですけど、万が一ねまた使うかもしれませんので大事にいきたいなと。なんかないか、ドライバーでいく。ドライバーでちょっとこじ開けてと。あーちょっときついな、あと腕が1本あればないつも腕が足りないんですよね。腕もう1本あればいいな、アシュラマンみたいなあ、入るかな。お、なんかググッと入ったぞ。ググッと入ったが引っかかってる。ちょっとね傷つけないように押し込みたいと思います。ググッといったか。お、来た来た来た、ここね来ましたよ。あとはこっちから引っ張ってあげよう。あれ来た来た来た、スルスルっと来ましたね。これ引っこ抜けたら泣けますんで、慎重かつ丁寧にと。あれ引っかかっちゃったなよし、特に引っかかってないんだけど、結構カツカツですね、キツキツ。配線がねちょっと干渉しないように入れてあげますと。どうだ、このスプリングをね有効に使ってしっかりと固定します。入った入った、オッケーだよね。うん、まああとで蓋しちゃえば大丈夫でしょう。今度は反対側ですね。反対側はまず広く穴が開いてますんで楽ちんです。で、距離もあんまり長くないですね。ケーブルの長さも短い。まあスーッと通して、下のねバネです、もともと電池のバネなんですが、これを利用して固定してしまいます。来ました。あとはそこのね電源ボードのソケットに挿すだけです。あとはねこうケーブルがね干渉しないように電源ボードに持っていかなきゃいけないので、そこをちょっと考える必要があるかなと思いますが、うん、先にねちょっとボトッと落ちやすいので蓋してしまいますね。リチウムイオン電池が落っこってしまうと作業しにくいので。あれ飛び出ちゃった、やっぱこれで大丈夫だ。 OK、 反対側よし、これでリチウムイオン電池が入りました。あとはね先ほど言った電源ボードにこのねリチウムイオン電池のコネクタを挿してあげます。このように遠回しにすると若干ケーブルの長さが足りなくなりますね。なのでちょっとね手前を迂回した方がいいかもしれません。そしたら電源ボードのねソケットにリチウムイオン電池のコネクタを差し込みます。うん、入ったか。まあこんな感じでね完成でしょう。あとはこのね特に長いケーブルの方はカプトンテープかなんかでね固定してあげるといいかなと思います。
まあ、ソケットの向きなんかはねちょっと参考にしていただければなと思います。この向きです。あとはまあカプトンテープかなんかでね、長い方のケーブルは固定しておいた方がいいかもしれません。いやー結構ねシンプルですね。簡単にできます。もうこのボードができちゃってます。ですのでやることといったら古いものを外して付け替えるという作業ですね。特にシェルを加工したりとかそういった複雑なものはありませんので。で重さを測ってみました。 494g となりましたね。 30g ぐらい電池板よりも軽いです。軽いんですがスイッチよりはまだ重たいですね。スイッチとは 100g 弱差があります。さあできたものをちょっと見ていきたいと思います。シェルも新しくなってますね。でこれガラススクリーンになっています。ちょっと電源オンにしてみましたけど、おーナムコット、ナムコットなんですよね。ナムコナムコとナムコット、紛らわしいのにケムコがいたよね。ケムコ今も頑張ってますけどケムコいやこのねマッピーがなんだろう、ゲームにメロディーを奏でたほぼ初期の頃の、おぶね、初期の頃のゲームだったと思いますよ。今までなんかこうパキンパキンとかサウンドエフェクトが多かったんですけど、これね危ないゲームの音楽にメロディーがついたっていう画期的なソフトだったと思いますけど、いやー結構ねやってみると面白いね。ほんとファミコン版やって以来な感じがします。あーっと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 、でもね結構理不尽なんだよねこれ。ほらこういうのさ無理でしょ。なんか武器ないの、武器お前さんなんでしょこれ。マッピーって確かあれ、おクリアしたよ。理不尽を乗り越えてねえこれね、メロディーがね非常にいいですよ。楽しい。あだかよおまわりさんなのに武器がない、拳銃ないのこれ。あやばいやばいやばい、左、あこれ、おっとっと、いいじゃん、危ねえぞこれは。もともとアーケードにあったんだろうね。ゲーセン行かないからよく分かんなかったけど、あそこ取らなきゃ、あちょっとこれやばい気がする。あなんだよ終わりか。ほら3期というシビアなんでね、もともとアーケードだからね、ある程度遊ばせたらゲームオーバーにしてしまおうというのが、これね音もいいですよ、ちゃんとねでかいです。サウンドボード書いてありますんで、あとスピーカーも新規です。非常に音がでかいコンデンサーが下手っちゃってると音がえらいちっちゃいんですよね。もうはっきり言ってなんだろう、メインボード以外は全部新しくなってますメインボードはまあ変えようがないんでね、液晶からバッテリーからシェルから、ボタン、あとはスクリーンもね、液晶も全部リフレッシュ、まさに21世紀に生まれ変わった30年目のゲームギアといった感じでしょうか。ここもねタイプ C 充電方式になってますよ。タイプ C マイクロ USB じゃないのもいいよね。タイプ C ですよ、もう向きをわきまえずさせるというね。充電状態に入るとこのようにねオレンジ色の LED が点灯します。いやあとねやろうと思えばゲームギアからね映像出力を
出すこともできるんですけど、テレビ出力の方はこちらのねメガ SG の方に担当してもらおうかなということで、まあゲームギアにはね映像出力端子はつけるなくてもいいかなと思いましたんで、これにて完成。はい、いかがだったでしょうかね。ちょうどね30周年という節目なんですが、ゲームギアがね、生まれ変わりましたよ。はっきり言ってメインボード以外は全て新調されています。メイン基板はねもう変えようがないと思いますけど、もうそこ変えちゃったら互換機になってしまいます。ゲームギアじゃないやってことになっちゃいますんでね。ということでメインボード以外はフルリニューアルしました。まああともう少しでゲームギア生誕31周年になりますけども、なんとかね30周年の年のうちにまあフルモデルチェンジさせることができたと思います。まあすごくね発色もいいし、リチウムイオン電池になったことでおそらく持続時間、バッテリー持続時間も伸びたと思うんですよね。実は夜測ってたんですが、そのまま爆睡してしまって今回計測できなかったんですが、かなり伸びると言われています。いや、このようなね基板を作ってくれた海外の方ありがとう。ではまた。